皆さんこんにちは。アルクルお出かけチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回もポストキャスト音声でのお届け、前回の続き、一人海外旅行シンガポール後編です。通勤通学のお供に、お料理や家事をしながら、よければ最後までお付き合いください。それではよろしくお願いします。シンガポール2日目はセントーサ島に足を伸ばしました。セントーサ島への行き方は MRT ハーバーフロント駅直結のショッピングセンタービボシティからのアクセスになり、主に3通りあります。1つ目がセントーサケーブルカーというロープウェイ、2つ目がセントーサエクスプレスというモノレール、そしてセントーサボードウォークを行く徒歩。今だったらおすすめしたいのは3つ目の徒歩です。屋根付きの動く歩道とウッドデッキを約550メートル、約15分ほど歩いていく方法です。セントーサ島は入島料1シンガポールドルがかかると聞くのですが、払う場所がわからなくて、私は今まで払った試しがありません。なので実質いつもタダで行っています。この一人旅した時の当時はボードウォークの存在を知らなかったので、セントーサエクスプレスのモノレールで島に渡りました。この方法が一番スタンダードな行き方なんじゃないかと思います。ここでセントーサ島の交通事情ですが、島の中には循環バスが走っています。またモノレールも島内に駅が3つあります。このバスとモノレール、島の中であれば無料で乗ることができます。おまけに帰る時も MRT のハーバーフロント駅のあるビボシティまで無料で乗車できるので、セントーサ島に渡ってしまえば自由に乗り放題。こんなわけで先ほど歩いていくのをおすすめしたのです。行きは歩き、帰りはモノレールといった感じです。おやおや、ケチくさいというご意見が聞こえたようです。いいえ、節約家と呼んでください。さて話は2日目セントーサ島に着いたところに戻ります。この時はモノレールの最終駅ビーチ駅まで行きました。ここからアクセスできるのがシロソビーチです。シロソビーチは全長850メートルと長いビーチなのですが、ハワイとか沖縄の美しいビーチを想像するとかなりがっかりします。海の遠方には無数のタンカーが航行していて、海もそれほど美しいという感じではないです。はい、やや期待外れなところもあって、私はこの時適当に散策していたのですが、そして到着したのがシロソ砦というところです。お恥ずかしい話なのですが、訪問時私はシロソ砦の存在すらも知らず、何か博物館のようなものがあるから入ってみようという感じで訪れました。しかし日本人として知らなくてはいけない場所だったんだなぁと実感します。シロソ砦では1880年代、重要な港であったシンガポール港を守るためにイギリス軍が建造したものです。1942年2月のシンガポールの戦いで陥落し、1942年から3年間日本はシンガポールを占領、湘南島という呼び名まで変えてしまいました。そして第二次世界大戦の終わる1945年まで日本軍の捕虜強制収容所として使われていました。皆さんはこの事実をご存知でしたか？この場所はこの悲しい歴史を詳しく知ることができる博物館となっています。要塞化された軍用構造物やトンネルの跡、砲撃台を見ることができます。また日本軍の侵攻から第二次世界大戦末期に日本が降伏するまでの過程が展示されています。シンガポールの観光というと華やかな観光地のイメージですよね。私もその一人で今回浮かれてシンガポール観光に来ましたが、日本がシンガポールに対してこのような歴史があったということは知らなければならなかったんだと非常に反省しました。
皆さんも機会があればこの歴史に触れてみてくださいね。見学も終わり、それでは仙洞佐中心部に移動しようということで、再びモノレールに乗ってもよかったのですが、白曽エリアからジャングルウォークができるトレイルがあることを発見したので、こちらに行ってみることにしました。ゴールがどこなのかややちょっとわからなかったんですが、ちょっと不安だなと思いながらも森林浴を楽しみながら散策を続けました。トレイル散策は多分30分ぐらいだったと思います。ジャングルとはいえトレイルはきれいに舗装されていて、子供でも安心して歩くことができます。また緑豊かな中、時々滝などあったりして気持ちよく歩くことができました。結局トレイルのゴールは仙洞佐ネイチャーディスカバリーというところにつながっていて、ここからモノレールのインビア駅に抜けることができました。ここでは超巨大なマーライオン像がドドンと出現。その高さ37メートル、巨大です。なんと上に登ることができて、口から景色を展望できるというなかなかシュールな像です。この大きな巨大マーライオン像、2017年当時はこんな風に拝むことができたのですが、再開発のため2019年に取り壊されることになりました。もう現在はないのかな？そう思って調べてみたのですが、もう取り壊し済みなのかまだ残っているのか、明確な記載が見つけることができませんでした。ただ Google Earth で見る限り、この一帯はもう鋭意工事中という感じで更地になっていました。この大きなマーライオンがなくなってしまったのは残念ですね。歩き疲れたので仙洞佐島を後にします。仙洞佐島はユニバーサルスタジオや水族館、ウォーターパークやカジノ、ジップライン、リューズなど楽しくて華やかなスポットがいっぱいありますが、ちょっと天の俗な私は今回のような人が行かないスポットを巡ってみました。皆さんだったらどうですか？皆さんの旅のスタイルもぜひコメント欄から教えてくださいね。3日目、シンガポール最終日ですが、深夜便のため1日観光ができます。この日の午前中は市内中心部にあるプラナカン博物館に行きました。プラナカンとはマレー語で子孫という意味であり、プラナカン文化とはマレー人と中国の華人の文化が混ざり合った独自の文化のことです。プラナカンタイルやプラナカン建築といったものはとってもカラフル、可愛いものが好きな方ならぜひ触れてほしい文化です。そしてこの博物館ではプラナカンの起源や生活の様子などをフロアごとに学ぶことができます。調度品、食器、服飾、アクセサリーなどワクワクする展示がずらりと並びます。その中で私が一番感銘を受けたのがビーズの刺繍で作られた作品、花や鳥などのモチーフが鮮やかに描かれています。壁掛けなどの飾りやシューズなど様々な作品を見ることができました。一見すると華やかな絵のようなのですが、近づいてみるとそれは一つ一つの小さなビーズで形作られています。これ作るのにどのくらい時間がかかるんだろうと気が遠くなってしまいました。プラナ館の少女たちは花嫁修行としてこのビーズ刺繍を習得していたのだそうです。私みたいな大雑把な人間には到底無理、当時のマレー地域に生まれなくてよかったと思う一方、この華やかな文化に直に触れてみたかったなと思うのも事実です。シンガポールでは市内から少し離れたカトンという地区でプラナカン建築を楽しむことができます。こちらはカラフルな家々が並ぶとても素敵な地域です。さて、博物館の見学を終え、ランチでも
と行きたいところなのですが、もう少し時間を置いてアフタヌーンティーをいただこうと思います。イギリス統治の名残でイギリス文化が残るシンガポールは、多くのホテルでアフタヌーンティーをいただくことができます。ガイドを見るとどこのホテルも素敵なラウンジで迷ってしまいました。結局決め手になったのは、スイーツはスタンドで出てきて、セイボリーはビュッフェ台から好きなだけというモリモリスタイルのアフタヌーンティーを提供しているグランドハイアットシンガポールのテンスコッツに決定。こちらは日本から事前に予約しておきました。ちなみに現在でも同じようにスイーツはスタンド、お食事系はビュッフェというスタイルでアフタヌーンティーを提供しているようです。グランドハイアットシンガポールはオーチャード駅からすぐのところにあるので、ホテルをチェックアウトしてそのまま向かいました。アフタヌーンティーってのんびりとソファーに座って優雅にお茶を楽しみながらスイーツを味わうもんなんじゃないの?という声が聞こえてきそうですが、どうしてもこのビュッフェというパワーワードにやられてしまうんですよね。店内に案内されると周りはみんな女性グループで、キャーキャーという感じで、私は一人で、しかも傍らに旅行キャリーケースを携えてちょっとした珍客となってしまいました。席に座ってすぐスイーツのスタンドが来るのかなと思いきや、現れたのは見たこともない料理。これ頼んでないんですけど何なの?と思ったのですが、すべてのテーブルにサーブされていて、どうもちょうど春節前ということもあり、サービスとして提供されたもののようです。こわごわと口をつけてみますが、食べたことのない謎の味。美味しいか?と問われたら、もういいかなという感じ。調べてみるとこのお料理、魚に生まれると書いてユーシェンという料理で、お刺身、きゅうりなどの野菜、そしてコリアンダーにオスター油、砂糖をかけたものとのこと。説明だけでは全く味の想像がつかないですよね。でも食べても説明のしようのない味でした。シンガポールの旧正月ではこのユーシェンという料理を使ってローヘーという伝統行事を行うのだそうです。そのやり方ですが、食べるときにみんなで皿を囲んで具材を高く放り上げながら混ぜる。そしてみんなでローヘーと掛け声をかけたり、願い事を声に出したりするのだそうです。なかなか面白い、ちょっとシュールな伝統行事です。ただこのホテルのラウンジテンスコッツにおいては、どこからもローヘーという声は聞こえませんでした。当たり前ですね。結局私はこの優先については一口味見をしただけで残してしまいました。申し訳なかったです。しかしながら、スイーツのスタンドもビュッフェ台のお料理ももりもり食べなければいけないという試練があるのです。料理のあるビュッフェ台にはホットミール、コールドミールがかなりの種類のお料理が並んでいて、本当に大満足でした。夕飯が不要なくらいに満腹のお腹を抱えて、帰国するためにチャンギ空港に向かいました。こうしてシンガポール一人旅は終了です。ああ、またシンガポール行きたいなとつぶやいたところ、皆様朗報です。なんとシンガポールに行くことになりました。コロナ禍になって海外旅行を自粛してから、もはや3年ぶりの海外です。ということで、次回の動画は3年ぶりの海外の動画になります。イエーイ。それでポッドキャストの振り返りの旅の方は、次回は台湾一人旅を お送りする予定です。どちらも楽しみにしていてくださいね。感想コメントもありましたら、ぜひぜひお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。